どうもしゅんです。こんにちは。どうも誠です。こんにちは。誠さんはですね、 Google のアメリカ本社で社員働いてる社員さんで、まあ、エンジニアとして働いてる方です。はい、今回ですね、誠さんにお聞きしたいことは、仕事ができない人の特徴をお伺いしたいなっていうふうに思います。一つ目としては、僕は思うのは、ワークライフバランスがあまり保ててない人、はい、なるほど。アメリカのテック企業とかでは結構言われる話なんですけど、はい、まあ、インタビューしに来る人がインタビュアーに普通に、このワークライフバランスってどうなんですかとか、まあ、質問としてはよく挙げられるもので、はい、ワークライフバランスっていうのは、まあ、名の通り仕事と人生、まあ、家庭とかのバランスのことを言うんだけど、はい、僕が思うに仕事っていうのは家庭を支えるためにやるものじゃないですか。はいはいはい、だからいつも家庭とか自分の人生を先に置いて、で仕事をなんかそれのサプリメントにするみたいな。なるほどなるほど。いやー、僕逆になってますね。逆にそういう人の方が仕事ができないっていうことですよね。その仕事が優先で、仕事ばっかりやってる人の方が効率が悪かったりするっていうことですかね。うん、もっとなんか疲れが溜まっちゃう気がします。確かにできる人ほど家族を大事にしたりとか、ちゃんとしっかり遊んでたりとかしますよね。そうですよね。アメリカの普通の会社の社長さんだって、まあ別に24時間働いてるわけじゃなくて、まあ、ちゃんと家庭の時間みたいなのを全部作ってるみたいですし、順番を逆にしないでできるだけ守っていけたらなっていうふうに僕は思ってます。なるほど。2つ目は何でしょうか。2つ目に僕が思うのは、自分をすごく忙しい忙しいっていう人だと思います。はい、なんか刺さるー。いや、しゅんくんは、まあ、そこそこ結構僕が帰ってきた時も、なんだろう、一緒に会ってくれたりとか、時間を要は作ってくれてるわけじゃないですか。はい、まあ僕が考えるに、はい、ごめんなさい。いやいや、僕が考えるに、はい、まあ人みんな時間限られてるわけじゃないですか。まあ1日っていう時間のフレームで考えるんだったら、まあ1日は24時間だし、それはもう本当にみんな同じじゃないですか。人それぞれ忙しいとかスケジュールは変わると思うんですけど、はい、まあ、誰かに会うとか、誰かとまあ一緒に仕事する、ミーティングするとかは、やっぱり時間を作っていかないと、その時間って生まれないんですよ。だからずっと自分のことを忙しい忙しいって言って、他人にアベレブルな時間を作らない方は、ちょっとまあ人間関係も気づけないですし、仕事もなんかちょっとしにくいんじゃないかなと。まあ確かに、忙しい人ほど実は仕事できなかったりするっていうことですよね。もしかしたらちょっと他人に相談した方が早いかもしれないのに、自分でこうやってるとかということはあるので。なるほどなるほど。3つ目は、僕が思うにチームと自分の仕事を分別できてない人だと思うんですよ。はい、社会に出てくとチームワークチームワークっていうじゃないですか。はい、かといってまあ、チームワークと自分の仕事を分けるっていうのはすごい大事なスキルだと思うんですよ。なるほど。自分の仕事をちゃんとできてない人が逆にチームワークだけできることがあるかっていうとないと思うんですよね。だから自分もちゃんとチームプレイヤーの一人として、自分でできることはちゃんと自分でやっていく。仮にしゅんくんがもしタスク A をやってて半分ぐらい進んで、やっぱここちょっと分かんないなみたいな風になったら、それはもう全然聞いてきていいと思う。それはまあ自分のタスクをちゃんとやろうとトライして、でそれでまあ分からないから、まあチームプレイヤーになりつつ、ちょっとまあ質問したりとか、チームでそのタスクを終わらせようとしてくるのは絶対いいことだと思うんですよ。でも一番良くないケースなのが、仮に僕がタスク A を上げて、でしゅんくんがまあちょっとネットで検索して、あーいやーわかんねえなーみたいな感じになって、結局タスク A をそのまんま何も終わらせないで僕のところに、いやーいやーこれどうしたらいいかマジでわかんないですねみたいな風に言ったら、それは実際僕が上げたタスクをそのまま返してきたってことになるから、はい、それはなんかちょっと自分のタスクとチームプレイヤーを誤解して、ちょっとなんか自分のタスクはちゃんとできてないなって。いやー、まあ本当そうですね。自分でまずトライしてみないとやっぱ頼るべきではないっていうことですね。うん、そうだと思います。で自分で自走できる力がある人と、逆を言うと働きたいっていうことですね。
そうですね、ちゃんと自分の仕事は自分で、まあ、ある程度できるようになるっていうのが上に行くポイントだと思う。なるほどなるほど。じゃあまとめるとワークライフバランスがしっかりしてて、忙しいと言わずにちゃんと時間を作る人で、かつその自走式エンジンじゃないですけども、自分で走れる力がある人とモグさんは一緒に働きたいっていうことで、それが仕事ができる人の条件っていうことで、皆さんちょっとでも参考になったら嬉しいです。ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな、バイバイ。